はい、どうもこんにちは、ラスカルでございます。今日はですね、コラボ撮影となっておりまして、じゃあまず自己紹介お願いします。はい、はい、せーの、チョイスともアスラサクト、シュチャート、アイスト、ビッグサイズ、お願いします。今日はビッグサイズでだいぶ今日はですね、このような形でコラボ撮影となっております。で、いつもおなじみの29さんで、特別に肉盛りですね。肉盛り、約5キロの肉盛りでございます。で、まあちょっとね、いろいろと仲良くさせてもらったんでせっかくね、普段僕らが食べてるようなデカ盛りを皆さんに今日は体験してもらおうということで、はい、同じ5キロのデカ盛りを作っていただきました。4人で挑戦するという、そうそう、俺らより4対1みたいな感じな。まあちょっと早速ね、お肉なんで冷めちゃうとあれなんで、はい、はい、いただいていきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。どうやって食べるか、そうどうやってここ分かんないからな。しかもステーキ、ステーキあれ、今回ステーキの部位ってどこの部位なんですか。サーロイン。サーロイン、サーロイン、めっちゃうまそう。これは多分 500g ぐらいですね、ステーキが。いただきましょう。いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。うまい、めっちゃうまそう。欲しいリアクションいただきました。よかった。やわらかっ、やわらかっ、結構ぬれだけどペロッといっちゃう。大丈夫かもしれない。やばい、ご飯食べたい。多分皆さん今食ったの 100g ないですから、まだまだ 20-30g ずつですからね。まあ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 、5キロ中のご飯美味しそう。ハンバーグ行ったよ。ハンバーグ来たね。ハンバーグ食べ、俺もハンバーグ大好きなの。じゃあハンバーグいただく。いただきます。うまっ。うまっ。秒でうまい。ハンバーグ大好きだから。うん。いただきます。熱いじゃん。うん。上にかかってるよ。あ、うまっ。やばい。ハンバーグやばい。ハンバーグやばい。柔らかい。やわらかっ。思ったよ。うん、あー、これすごいな、ゴロゴロがすごい崩れてくる、口の中で。お店の方でもこれを飲めるハンバーグって言ってるぐらい、ほんとっすね。うん、トロトロの柔らかいやつなんで。いや、マジ間違いない、飲める。うまっ。今まで食ってきた中で一番やばい。でも普段あれですもんね、アクシデンターズさんは動画の中だったら4人で4キロぐらいとか食べられてますもんね。こんなガチガチなのも本当に久しぶりで。5キロだとじゃあ最高って感じですか。そうです、時間かければ頑張っていけるって感じです。なんかコツみたいなのあるんですか、どれから食べたらお腹に来ないみたいな。まあでもやっぱりお肉系って、ね、時間が経つとどうしてもいいものでも硬くなっちゃうん で冷める前に僕らは食べたりはしますけど。あ、お肉、まあ、でもね、今回ご飯が多いんで、まあ、バランスよく食べた方が一番食べやすいと思いますよ。バランスよくいっちゃおう。最後白飯投げて、最後白飯投げて。お腹いっぱいの一番好きなやつだ。7人とかだったら食べれちゃうんだから無理か。なんだ7人でも1人、まあだから牛丼とかの特盛りとかぐらいですよね、多分。そしたら やっとでも7人8人いてですよ。その倍ですから。ってことは4人しかいないですから、1人特盛りを 2,3 倍食う。で、1人キング牛丼ぐらい、1人キング牛丼ぐらい。あ、でもそれ言われると食べたことあるからいけなくもない。違うよね、誰絶対違うでしょ。肉食いすぎだろ。バランスよく食べた方が一番。ここ残しちゃまずそうだ、ここ揚げついてるからね。あれあれあれおいおいおい、マジか、お前箸止めちゃったじゃん。
いや待って、早すぎる。びっくりした今。ちょうど半分ぐらいですね。もうすぐで。ええ、まあ、こんな感じです。すごい。いや。まあでも俺らも半分、うん、半分よりちょっと行ったぐらい。うん、まあ、俺らはよそっとだから。だけど。3つしかないから俺も物足りない、もう物足りない。今物足りないの、お前の感情がいいよいいよ全然。いやでも1キロある、いやあるか、1.5、まあ、もう2キロないんじゃないですか、多分5ぐらいですか、うん、もうちょっとあるか。あれちょっと待って、俺止まってるやん。ほんとだよ、俺止まってんだよ。何止まってんだよ。え、お肉残す、最後まで最後にいただく感じですか、ね、まあ、バランスよく、バランスよく、散々バランスよくって言ってもらってるのにこのざまや。最後、白飯だけ。いや、めっちゃバランスよくない？これだけ見たら。いけんだよ、いけるいける。 あいつなんでブーストかかったんだよ急に。あれどうした、どうした急に。お前なぎ、僕がない、まさかでしょ。まさか自分の担当が終わってね、終わるほどあれじゃないよね、手伝ってくれるよね。まさか、まさかね、だチームだもんね俺は。最初正直これが出てきて米とかすげえ多かったじゃないですか、なんか持ち帰りがもともとできるお店なんで残るだろうなと思ってたんですけ ど、 あ、なるほど、まさかお皿からほぼこんなんなくなるとは正直僕も思ってなかったです。なるほど、頑張ります。あ、じゃあその予想は超えることができた。もう全然、え、でも結構あれですか、すごいって感じですか。すごいと思う、だってお店の方もさっきからずっと向こうからわ減ってる減ってるってずっと言ってたんで、やっぱすごい慣れてる人もそうやって思うぐらいなんで。ちょっと頑張ろうかな。なんか終わりみたいな。ああなんかいける気がする。4人だからなんだと。うん。俺ら4人で一つなんだと。そう。よし、驚きの動きですね。ずっとビタッと止まったのに。急に来ますから。下が。素晴らしい。はい。そうだ、この動画を渡すには俺らも完食しないと。そう、完食するか、ね、まあでもね、今日は本当にあの対決じゃなくて、はい、好きなお店障害なんで無理せずにあの持ち帰りできますんで、はい、頑張ります。確かに。もう限界だ。
忘れないでください皆さん。2時間後に2本目がありますから。じゃあ時間決めようね。あ、そうだ。あえてね。今3時50分。4時。13分。あと13分。よし。すごいなお前ちゃんと食べたじゃんハンバーグ。すごいすごいちゃんと全部食べたじゃん。お間に合った間に合ったよし。マジできつい30秒本当にきついお、入れじゃ、お、もういけるお、待って、ここでカレーがうまいお、ラストぴったり完食です。すごいとてもエンディングは喋れる状態ではないんですけど皆さんね紹介してなんなんですけどまさかなくなると思わなかった今日はいい食べっぷりを見せていただきました。いやとりあえずごちそうさまだけしちゃいますか。はい、ごちそうでした。ごちそうでした。ごちそうでした。美味しかったです。いやもう今日本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。貴重な体験をさせていただきました。いやいやこちらこそ。いや本当俺横で見てほんとすごいしか出ないこんな笑ってすごいもうずっと笑顔で笑顔で。ぜひ真似しないでください絶対に真似しないで。で、概要欄の方に書いてあるんですけれどもアクシテンダーズさんの、まあ、動画とチャンネルの方を貼っておきますのでコラボ動画の方もぜひご覧ください。よろしくお願いします。いやあれですね2本目中止して帰りましょうか